はい、こんにちは。派遣社員の独り言第206回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは身勝手な残業指示について取り上げてみたいと思います。通常ですね、私の勤めている派遣先の企業では、働き方改革などもあり、基本的には残業はしないという方向性ではあるんですけれども、そうは言っても事務の方とか、あとは営業の方とか、滞っている仕事があったりとか、急なお客様からの要望とかですね、締め切りが間に合わないとか、そういったことで残業している方っていうのも、実際いることは言います。ただ、ヘルプデスクの私たちに対しては、基本的には6時で終了しろという指示が出ており、よほど、例えば5時55分にですね、電話がかかってきて、ユーザー対応をしないといけないというようなこととか、あとはトラブル対応、緊急性を要するもの以外に関しましては、残業禁止ということで、残業させてもらえなかったんですよね。で、それは人によっては残業せずに定時で帰れるという方もいらっしゃるんですが、私としては多少は稼ぎたいなということもあって、残業したい派ではあるんですけれども、全然させてもらえないということなんで、いつも定時で帰っていたんです。で、そんな中ですね、ある金曜日、皆さん1年のうちに1回は受けるであろう健康診断、人間ドック、これを受ける方がですね、たまたま同じ日にですね、重なってしまったようで、それは SV の責任になると思うんですけれども、ちょっと予定外で通常のメンバーより少なかったんですよね。で、その中で、私と他に男性の派遣社員の方と、あと女性の派遣社員の方、数名でなんとかちょっとやりきらないといけないという予定だったんですけれども、そんな時、5時半過ぎてたかな、そのぐらいに急遽ですね、派遣先の社員の方からですね、SV が呼ばれて、なんていうんですかね、システムのそのなんかこう、構築上ちょっとのなんか問題があったのかトラブルなのかちょっとそこら辺はよくわからないんですけども、ちょっと作業をですねしないといけないということになって、ちょっと人を集めてくれというようなことになったんですね。で、私もその金曜日の夜は予定はなかったんですけど、翌日ちょっと朝から出かける予定があったんで、金曜日のうちにちょっと洗濯とかですね、掃除と片付けとかも済ましたかたんで、ちょっと残業できませんっていうように言ったんですよ。で、他の方もですね、金曜日ちょっと予定、友達と予定があるとかですね、あとはご家庭のある、女性の派遣社員の方ですと、お子さんがいらっしゃるからということで残業ができないということで、ヘルプデスクからのですねスタッフは SV 以外誰も残れないというようなことになったんですよ。で、仕方ないんで、SV がじゃあ一人で残りますっていうことでですね、派遣先の方に言ったらとんでもないということで、それじゃあとてもじゃないけど今日中に終わらないっていうようなことで、当然派遣先の社員も残るんですけれども、一人でもいいから何とかしろっていうことで、なんだかんだ言ってるうちに結局その日に予定がない私がですね、もう結局残業させられることになってしまったんですよね。私も押し切って残業を、断ればよかったんですけども、どうしても月曜日の朝一までに間に合わせないといけないというようなことだったんで、仕方がないなと思ったんで、多少稼げるしいいやということで、残業はしたわけなんですよ。で、結局その日はもう21時近くまで残って、なんとか間に合わせることができたんですけれども、派遣先の社員からは終わってから、ありがとうの一言もなく、当然のような感じでですね、お疲れ様みたいな感じだったんですよね。で、私としては当然自分の予定していたことを結局なくして、残業して、稼げたはいいですけども、仕事に協力したわけじゃないですか。でもそういったことって結局今までも話しましたが、昇給にもつながらず、評価制度もあってないようなものなので、結局何のメリットにもならないんですよね。その損得感情で仕事をやってるわけではないんですけれども、そういったところもですね、やっぱり評価につなげてもらえればありがたいんですけども、結局そういったところは、所詮は派遣は駒だと言われた過去を思い出してですね、必要な時だけ使われて、そうじゃない時はもうさっさと帰れというようなひどい扱い方をされているんだなというようにつくづく思いました。結局 SV の方からお疲れさんみたいな感じで言われましたけれども、
まあ、所詮はコマでしかないとしか思われてないんだろうなと思って、まあ、ちょっと残念な気持ちになったということで、まあ、今回挙げさせていただきました。まあ、派遣社員であればですね、まあ、断ろうと思えば断れたわけなんですけども、まあ、私もちょっとこう、お人よしじゃないですけど、まあ、そういったところもあって、まあ、断りきれなかったというところもあるんで、まあ、自分の責任でもあるんですけれどもね、とりあえずは、まあ、会社としては仕事として、まあ、問題なく月曜日を迎えることができたんで、まあ、安心できたということになりました。まあ、ちょっと今回も愚痴になってしまったんですけど、結局派遣の扱いって所詮はいつまで経っても変わらないんだなというような、ちょっと残念な思いをお伝えしたく、今回アップさせていただきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。